皆様こんにちは。政治エンターテインメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。文春オンライン、東出正大と違って、50歳を超えた大人同士の恋愛だと思う、女優としての今後の活躍も期待している。プライベートは興味がない、女性があの年齢になっても恋愛ができるのは、 羨ましい画像、模服姿が美しい鈴木杏樹。2013年、自分の問題を投影して話しているのです。それだけに、不倫をしたことだけではなく、どういう不倫なのかに、世間の関心は集まります。東出さんの不倫は、文春オンラインの記事、東出、東電不倫はなぜ許されないのか女性たちが激怒する、イクメンズラ3つのポイントにもあるように、 不倫の内容に問題がありました。では、アンジュさんへの批判をこれほどマイルドした要因は何なのか。プライベート売り、純粋な関係性、男女逆転現象というキーワードから考えてみますアンジュさんと東出さんの評価を分けた大きな理由に、これまでプライベート売りをしてきたかどうかがあります。タレントさんや、 芸能活動を行う多くの人、自分の暮らしや人柄を仕事に取り込んで利用しています。自分のプライベートの一部を商品として仕事で売っているわけです。例えば、東出さんは3人の子供のお父さんとしお風呂に入れたりおむつを変えたりといった育児だけでなく、料理や洗濯などの家事もこなす育ンとしてメディアに登場していました。視聴者からすると、育児と仕事の両立に、 悪戦苦闘するアンさんは大変だけど、共に頑張ってくれる東出さんがいてくれてよかったと、私生活への期待やイメージを抱きやすい構図になっていた。家庭での姿を語ることで、社会的なイメージを構築し、結果、家族向けのコマーシャルなどにも多く起用されていました。それに比べ、アンジュさんは1998年6月に結婚されました。それまでほとんどプライベートが、 話題になることがありませんでした。本人もプライベートに関して、メディアで多くを語らず、私生活と仕事とを切り離し、夫の艶で文字を務めたこれらは、週刊文春、2月13日号が報じた女優の鈴木安寿50、と北村六郎、51の不倫について、 SNS にあげられ、アンジュさんには講師をきっちり分けて、一人の女優として活動している印象を持つ人が多かったようです。この違いによって、両者への裏切られたという気持ちに温度差が出たように見えました。東出さんには、私生活も含め共感していた自分の夫が同じことをしたら、これが、 友達夫婦の話だったらと自分の世界と地続きの問題として考えた人が多かったのではないでしょうか。アンジュさんの不倫報道は女優さんの不倫として自分たちの世界とは距離のある話だとして受け止められたようです。アンジュさんへの批判を弱めている理由は他にも考えられます。それは彼女がこの不倫に純粋な関係性を求めていたように見えたことで、純粋な関係性とは イギリスの社会学者であるギデンズの言葉です。経済的な目的や社会的な条件によってではなく、相手との関係性から得られる、充実、自発的に持ちたいと思うような社会関係を指しています。アンジュさんの場合、北村さんよりもご自身のキャリアが上で、収入も多そうです。その上、デートも海辺の公園で、コンビニで買ったものを囲みながら過ごすという、 ごく普通のものだったと報じられています。視聴者、アンジュさんが相手の社会的地位や財産などを求めて不倫に及んだようには見えなかったのではないでしょうか。つまり、一人の人間としてこの人と一緒にいたいという気持ちから北村さんと関係を築いているように見えた。地位や名誉というわかりやすい利益を目的とせず。鈴木は1998年6月に下界と結婚したが、 2013年に死別。一方、北村には2013年に結婚した妻である、元宝塚歌劇団中組、トップスター、非常傾45がいた。一人の個人として、純粋な関係性を求めたように思われたのです。不倫は許されないことだけれど、純粋な関係性を求めることにはどこか共感すると感じる、少なからずいたと思います。一方で、 東出さんの場合は、救歳年下で当時未成年だった東電さんとの不倫。自分のプライドや支配欲を満たすという利益のために恋愛感情を道具のように使って不倫をしているように見えた。それゆえに批判の熱が増してしまいました。ただ、この純粋な関係性が支持されるためには、一つ重要な条件があります。それは彼夫婦の ロマンチックラブイデオロギーを審判しないことです。ロマンチックラブイデオロギーとは、かけがえのない相手と永遠の愛を誓って法的に結びつき、その愛の結晶として子供を授かるという流れを恋愛と結婚の本質だとする考え方です。性と愛と生殖は結婚を媒介として一体であるという、この考え方は日本においては戦後に獲得した 自由の象徴でもありました。今もお恋愛、結婚、家族の王道だと考えるアンジュさんが2月6日に謝罪コメントを発表しましたが、それ以降、世間の風向きが変わりつつあります。その一因がコメントにあった、今年に入って、お相手から独り身になるつもりでいるという、お話があり、お付き合いを意識するようになりましたという部分です。純粋な関係性を求めた先に不倫があった。 までなら仕方がないと擁護する人がいたとしても、その先にアンジュさんが略奪婚を想定していた可能性が見えてしまった。他人にとってのかけがえのない相手を奪い取るようなことはロマンチックラブイデオロギーを侵犯してしまいます。それは家族のあり方を揺るがす行いに鈴木と北村が海辺の公園に腰を下ろし、コンビニで買ったフライドポテトを食べたり、その後、 鈴木が運転する車で移動結果として、それまで擁護していた人も離れていってしまう一言だったと思います。今回興味深いのは、男女の逆転現象が起きている。これまで男性は、不倫をしても、芸の肥やしと批判されないことが多かった。安さんのお父様でもある俳優の渡辺健さんの不倫が報じられた際にも、世界の渡辺な世間の反応はかなりマイルドでした。 むしろ不倫相手である、一般女性への批判の方が厳しかった。2016年に不倫が報じられた、ベッキーさんとゲスの極み乙女の川谷恵のさんにしても、ベッキーさんへの批判は、川谷さんへのそれとは比べ物にならないほどに、加熱して女性は定説であるべきという価値観からか、こと不倫となると女性が批判の的になることが多かった。しかし今回は、男性の東出さんには、 激しいバッシングが相次いでいる一方で、女性のアンジュさんにはどこか共感するような声まで出ている。男女への風当たりが変わってきています。これまで男お金を持っていて、社会的子育てをしていない50代女性なんて認識もされていませんでした。しかし、女性の社会進出は、あえて言えば、従来の意味で男っぽい女性も世の中にいるんだと認識され、始めました。 そういう女性の存在に気づき、女性を男性と同様に自立した個人として捉え。それだけお金持ちもあるなら年を取ってからも恋愛くらいするだろうといった目で見るような人が出てきているのでしょう。実際には50代女性の多くが子育てやパートなどに奔走するお母さんです。鈴木杏樹さんみたいな女性は現在でも日本にごくわずかでしょう。 休憩料金約4000円のラブホテルで一時を過ごすといったデート模様もしかし少なくない人が自分の抱えている何かをアンジュさんに投影して一種の憧れやモデルケースのように感じているように見えます。これまで男性は低種元気で留守がいいとも言われ家庭のことは妻に任せ仕事にすべてを注ぎ込むことが望ましいとされてきました。しかし今は 育面であることを求められるようになってきている。ごそれが果たされないと、東出さんのように、父親のくせに不倫している暇があるなら、家庭や子供と向き合えよと強く批判されるのです。社会は今、徐々に変化しています。そのため不倫という現象一つとっても、受け止められ方に差が生まれているのだと思います。東出さんと、安住さんの不倫報道への世間の反応の背景に、 目を向け、社会の変化が見えてくるのかもしれません。週刊文春デジタル編集部、週刊文春デジタル、鈴木安寿の不倫報道をもっと詳しく、鈴木安寿の不倫には、同情的な声も少なくない、コピーライト時事通信者俳優、東出正大、31、と救済したの女優、唐田恵里香、22、との不倫が大きな話題となっている中での報道とあって、 SNS や寄せられたコメントには両者を比較するものが目立った。それらのコメントには東出を断罪しつつも、鈴木には同情的であるものが少なくない。この二つの不倫への評価を分けた要因は何か。家族社会学が専門の兵庫教育大学大学院学校、教育研究科の長田夏樹氏に聞いた。不倫は 基本的に当事者たちのにもかかわらず関係のない外野が盛り上がるというのは彼らの人間模様に鏡を見るように自分の姿を見ているからでしょう。著名人の不倫騒動に。